続きまして、事業番号8、仙台空港利用促進事業について作業に入ります。事業概要についてご説明をいただきます。5分程度で簡潔にお願いいたします。はい。それでは仙台空港利用促進事業についての目的、対象、事業内容について、ご説明申し上げます。まず目的については、宮城の将来ビジョンの実現に向けて、県内産業の新たな飛躍のためには、その基盤となる交通物流基盤の整備が不可欠であります。さらにアジアとの競争優位に立つためには、東北の中枢空港である仙台空港の活用促進を県内外に働きかけ、仙台空港のより一層の機能強化を図る必要があるためであります。3つ対象がございまして、まずアウトバウンド対策です。JR 東日本等との連携により、県内をもとより東北各県からの仙台空港への誘客をしています。具体に事業内容を言えば、航空会社等と連携した仙台空港 PR イベント、JR 東日本と連携した国際線、国内線搭乗キャンペーン、教育部門と連携した海外教育旅行促進セミナーなどを行っています。2番目としてインバウンド対策があります。観光部門との連携により、西日本や海外からの仙台空港への誘客を図っております。具体に申せば、観光部門と連携した旅行情報誌、これは東海関西九州版 JALAN や機内誌 JAL、ANA および航空会社ホームページ JAL を活用した国内での PR、 観光部門と連携した各種広報媒体、香港のラッピングバス、韓国のヘビーショッピング等を活用した海外での PR であります。3番目に、航空会社に対するトップセールスの実施により、運休路線の再開増便を働きかけることであります。具体に申せば、アシアナ航空本社訪問、キャセイパシフィック航空日本支社訪問、コニテンタルミクロネシア航空本社訪問、エパー航空本社訪問を実施しております。事業の必要性としては、繰り返しになると思いますが、仙台空港を活用した人と物の交流を拡大し、地域経済の活性化による、府県宮城を府県戦略を実現するために、仙台空港の利用利便性の向上が、重要であると考えております。このために既存路線の維持拡充、だけにとどまらず、新規路線の開設を目指して仙台空港の利用促進を図る本事業は必要であると考えております。以上です。はい、ご説明ありがとうございました。極めて基本的なことなんで、最初に私から確認をさせていただきますけど、目的の欄に、あるんですけども、宮城の将来ビジョンという言葉を使ってあるんですけど、この空港の、宮城の将来ビジョンの中に、空港の将来ビジョンというか、空港そのもののビジョンというのもあるんでしょうか。そもそも、空港のビジョンというのはどなたがお作りになっているか。例えばここの仙台空港は国際ハブ空港化を目指すんだとか、そうじゃなくてあくまでも、東北、エリアの拠点空港と、すべきなんだとか、何らかの空港が目指す姿というかグランドデザインがあると思うんですけど、これはどなたが作ってらっしゃるんでしょうか。はい、具体なハードの部分については仙台空港整備室になるかと思います。またあと企画部門の方で、担当しているかと思いますが、具体に今言われました仙台空港を国際ハブ空港化するのか、東北の中でのハブ空港化をするのかというところについては、私の認識では煮詰まっていないと思います。煮詰まってないにしても、宮城県さんの意思決定で、この仙台空港というのはどういう空港にしようかという、この方向性は宮城県さんの意思決定の、範疇だという解釈でよろしいんですか、議論の前提としては。はい、ご案内の通り、仙台空港は、拠点空港でございますので、国がランニングコスト等を
維持管理は全国全額国が負担しておりますので、その点については国の方針もかなり影響するかと思いますが、実質県も負担している部分もありますし、時間とやっておりますので、当然にそういった意向は、最終確認はしてませんけど、国との調整になるかと思います。はい、わかりました。それでは仕分け人の皆様から、ご質問、ご意見等をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、どうぞ。いくつかあるんですが、一つずつまず伺います。最初にこれも基本的なことで、もしご存知であれば教えていただきたいんですが、仙台空港ビル株式会社、というのがビルの、ターミナルビルの運営をしておられるみたいですけど、ここの、県の出資比率と、それから特に、幹部の方の県からの出向とか、あるいは OB の方の出向とか、これはどうなっているかというのはご存じでらっしゃれば教えてください。空港利用促進事業についての資料を持ってきてますけど、そのことについて仙台空港ビルディングについての資料を持ってきてませんが、私の今知る範囲内ではお答えします。出資比率というか出資はございます。割合はちょっとこう今言えません。あと社長には OB が言ってます。ありがとうございます。それでですね、まず根本的な質問を伺いたいんですが、もちろんその宮城県あるいは周辺の県においてもですね、仙台空港がどういうお客様がたくさん来るか来ないか非常に重要だと思うんですが、片方で、なぜこの施策がですね、土木部から出てるのかですね、本来観光とか、あるいは運輸物流とかですね、そういうセクションからこの施策が出てきてお客さんたくさん呼びましょう、あるいは運用をたくさん入れましょうという話ならば理解できるんですが、で多分そこにもそういう施策があるんじゃないかという気がちょっとするんですけれども、それのその政策のそのダブリ度合いとかですね、あるいはなぜここから出てるのかということについてもしご存じであれば教えていただければありがたいんですが、先ほども少し触れましたけれど、土木部のもう一つ空港整備室っていうのがありまして、そことの関連で、土木というふうになってるんですね。ただ最終的に観光面については、観光経済何でしょうか、経済商工観光部が担当しております。あと企画部も関わってくると思いますので、部局横断的な連携は必要だと思いますが、なぜその土木部で担当しているかということについては、ちょっと今お答えできません。すみません、もう一つ出せるんですが、もちろんそれで地域経済に非常に関わるので、県として何かしたいというのは気持ちは分かるんですが、片方で別にいただいている資料でもありました、先ほどのお答えにもありましたように、拠点空港ですから維持管理は全額国が負担をしているわけですね。でそうすると、じゃあ国に全部やってもらえばいいじゃないのみたいな議論がですね、他党で出てくる可能性もあるなというふうに思うんですが、その点はどうなんでしょうか。国、先ほどもと思いますというふうにお答えしたんですけれど、現実東北6県、それぞれの地方管理空港があって、拠点空港は仙台です。それで現実、国際便についてもほとんどあるのは仙台空港だけで、あとは青森空港と秋田空港がと福島空港がわずか週何回とかってことあるのみでですね、それも1便か2便というふうなことになります。そうすると仙台空港の果たす役割というのは、どうしてもゲートウェイというかそういった部分の責任もあるだろうという判断の中で、セールス活動をしている部分があると思います。いや
今の話に一言だけ申し上げると、だとすればそれこそまさにゲートウェイ、我が国のゲートウェイでもあるので、国交省にやっていただくことがですね、もっと重要なんじゃないかなという気が個人的にはします。で最後に私の方からも最後ですが、先ほど仙台空港ビル株式会社について伺いましたけれども、そこに、おそらく県も出資をしておられ、県の OB の方がそこのトップを務めておられるということだとすれば、これはもちろんその他の、例えば旅客が来るとか運輸とか直接はかからないかもしれませんけれども、まさにこういう活動をすること自体が空港ビル株式会社のためにもなるわけですから、わざわざ県が予算を別に計上してですね、やらなくてもそこでやればいいんじゃないですかと。でしかもそれがものすごい金額なら別ですが、事業費は1200万なんですよ。職員が3人かかってますけど、それだったらば、おそらくちゃんとした組織が仙台空港ビル株式会社としてあるはずですから、そこでやられるような形でやった方がいいのではないかと思うんですが、これについてはどうお考えでございますか。はい、県が今どういうふうに考えるかというよりも、今の質問に対して、今までの私が関わった部分でのお答えになるかと思いますが、先ほど言ったトップセールス等々ということで の国外との路線について作る場合に、やはり知事のトップセールスとかそういったものがかなり効果があるという部分は今まであるものですから、それをどういうふうに生かすかということ、それを仙台空港ビルディングがコーディネートするということであれば、考えられなくもないかなというふうには思います。もちろん知事さんに空港ビルがコーディネートしてもいいと思いますけども、片方で最近は、ちょっと立場変わっちゃいましたけど、ただ前原さんがですね、戻りに行ったりされておられるわけですから、要はそれならどんどんですね、大臣に行っていただければいいんじゃないかと私なんか思いますけど、これは個人的意見でございます。この事業費のかなりの部分が、利用促進協議会の負担金ですね。で、内訳を見させていただくと、負担金が520万5000円で、さらに同じく協議会の、20周年記念イベントが100万円という負担金ですから、いずれにしても全て負担金623万はほぼ協議会に行っているということですよね。で、この協議会というのは、仙台空港の事務所の方が事務方といいますか事務局を持っているということですよね。仙台空港の方で、つまり国の機関であるところが事務局を担っているということですね。そうするとこの協議会全体での予算というのはいくらぐらいというのはお分かりになりますか。事業費、仙台空港国際化利用促進協議会でありますが、役員は仙台商工会議所会頭です。で、副会長に宮城県副知事と仙台市の副市長がなっておって、もう一人仙台商工会議所副会頭が副会長です。で、それで、会員は約150団体で、主な会員は宮城県仙台市仙台商工会議所でございまして、総額がちょっと今出てこないんですけど、負担割合で大きく言えばそれでほとんど協議会の予算になりますので、宮城県が622万5000円、仙台市が622万5000円、同じ金額を払って、当該市の名取市と岩沼市がそれぞれ10万円ずつ、仙台商工会議所は140万、とうとう主に宮城県と仙台市がほとんど拠出しているということで、1350万の1500万程度だというふうに認識します。いや、それで要は何をやってるかということを知りたいんです。そのデータ探したんですけど、ちょっとネットの情報からちょっと私の知らない方が悪かったかもしれませんが、よく見えなかったんで、実際にそれだけのお金を何に使っているのかという、で、県 の負担割合もそこそこ大きいように感じたので、実際にどういうところに役に立っているのかということを教えていただきたいんですが。はい、21年度の主な実施事業については、具体に申せば国内線
小松広島線キャンペーンの実施、これ105万円、仙台空港旅行 PR イベント空池旅フェスタの実施が840万円、国際線20周年にかかる、仙台リビングというところのお気に入り掲載で、約60万、あと仙台空港 PR 用 DVD の作成が320万、仙台空港 PR グッズ作成配布で、103万円、これは、七夕の扇子とウェットティッシュ等です。あと航空会社高等学校への助成補助318万円、これは仙台空港発着路線利用促進事業助成としてということで、国際化20周年期特別事業として、支払っておったり、海外修学旅行事前調査費補助などを行っています。あと、一つ大きいのは、519万円県補助事業の実施ということで、海外教育旅行セミナー、これは21年11月10日実施してまして、学校関係者政府観光局等55名が参加しています。2つには海外教育旅行現地調査、韓国グアムに現地調査を行っています。あと仙台空港利用促進助成として、協議会の利用促進助成にかさ上げをしているというところが、実施事業です。なんか今いろんなことをやってらっしゃるようなんですが、どうも実態が見えなかったもんで、で結構旅費が多かったり、いろいろこう、イベントの経費が多かったりというところなんですが、でそのかなりの部分を県が負担されているわけですよね。そうですよね、はい、で民間セクターも今のお話ですと相当この協議会に入ってられるんですよね。そうです、そうですね、はい、はい、そうです。で今申し上げた事務局っていうのは、私の認識違いですか、どちらが持ってらっしゃるんですか。事務局は仙台商工会議所内にあります。商工会議所内にあるんですか、はい、あそうですか、はい、商工会議所が事務局ということですか、はい、これは一つ一つの中身の具体的な例えば海外に行くんでも相当大人数あったりとかですね、韓国ソウルガムあたりで百数十万使うということは、そこそこ の体制で行くわけで、いろんなもう経費かかる、かかるでしょうから、そんな大軍団で行ってるわけじゃないんでしょうけども、どうも一つ一つのその何て言いますか取り組みがですね、ちょっとこう何て言いますか、余分なお金かかってるのかなという印象はどうしてもあるもんですから、で結果的にどうもその何やってるのかというのが利用者の方に伝わっているのかどうかですね。実際に要はそういうキャンペーンやってセールスにつながっている実績っていうのは、質問したんですが出てこなかったんですよ。つまりそういうセールスをやった結果どういう路線がどういうふうに増えたとかねいうことはどうなんですか。はい、端的に答えられるかどうかは分かりませんが、キャセイパシフィック航空の子会社香港ドラゴン航空が2年8ヶ月ぶりに復活します。香港便以外にも10月には米コンチネンタル航空がダガン路線を増便し、台湾のエバー航空も台北便を増やすなど明るいニュースはあります。ただ現実問題として、ご指摘の通り、極端な数字の答えになってしまいますが、仙台空港の現在の就航都市は8路線と2000年に比べ1路線増えてはおりますが、国際線の年間乗降客数は当時より半減し23万8000人に落ち込んでいることは推定的にはございます。いいですか、はい、ということであればですね、今鎌田先生からお話がありましたように、トップセールスの事業はある程度は効果が出ているよと。
ただその要するにそのアウトバウンド、インバウンドは結局ほとんどこのキャンペーンの効果はなかったというふうにも聞こえてしまいますし、この事業規模でですね、アウトバウンド、この予算規模でアウトバウンドもインバウンドも増やしていこうっていうこと自体にやっぱり無理があると思いますので、やっぱりこの観光事業というのはある程度集約化したりとかですね、国が今ビジットジャパンといって3000万人インバウンドを持ってこようと、数百億円の予算をつけてるわけですから、そこにですねうまくその仙台空港としてアピールポイントを持っていって、これもぜひ盛り込んでくださいって言った方がよっぽどその余計な数百万円1000万円の予算をつけないで効果的に事業ができる方法だと思いますし、それからうまくそのホームページで例えば中国のですね、例えばポータルサイトで仙台空港っていうのが仙台っていうふうに検索すると仙台空港がいきなり出てくるような仕組みを予算かけないでやった方がですね、なんかよっぽど集客が増えるような気がするんですけれども、このやはりキャンペーンとかそういった広告の費用というのはやはり私は効果が非常に少ないような気がしますので、ここもご考慮の方よろしくお願いします。意見でございました。ちょっと言ってたけど滑走路を作った時に将来推計をしたのかどうかってちょっと分からないですけど、これは国の事業で事業仕分けでもその空港を作る時の推計が甘いんじゃないかっていう話がありましたけど、将来 その空港利用者の推計をですね建設時に立ててると思うんですけど、その推計と実利用者との乖離というのはどのぐらいあるんですか？今資料を持ち合わせしておりませんので、そのことについてはズバリお答えできませんが、先ほども申し上げましたように、世界的な不況等のことを理由にだけはできませんが、18年の、滑走路3000メートル供用開始が、平成9年度であります。その時に年間322万の方々が乗降しています。それでピークが11年の338万、18年の338万がピークでありまして、現在は先ほど国際便のことも通常は申し上げましたけれど、国内線と国際線合わせて、221年度で279万という状況になっています。はい、計画した時の推計とどう乖離しているかっていうのは別として、おそらく下回っていることは間違いないと思うんですね。それで空港そのものの、維持管理、ランニングコストについては拠点空港だから、国が全面的に 100% 見ているという、こういうことだと思いますけれども、ところがその空港利用料をベースに運営をしています、空港ビル株式会社、これについては、予定 その利用者数が少ないということは予定の飛行機が降りてないということでしょうから、これは発着数が降りてないということでしょうか。これはおそらく、見込んでた空港使用料が上がってないということが想像できるわけで、そうしますとその仙台空港ビル株式会社も赤字体質に陥ってるんではないかなという想像が、もうこれも、想像の範囲ですけど想像できるんですが、このスキーム立て付けとして空港ビル株式会社が赤字出た場合、さっき田辺さんからもお話ありましたけど、当然に出資者として補填せざるを得なくなりますよね。これはもうすでに空港ビル株式会社への損失補填は始まってるんです。将来、しなければいけないという状況なんです。その辺はどういう状況なのかちょっとお話しください。仙台空港ビルディングの収支内容については今的確にお答えできませんけれど、並行しての仙台空港アクセステストについて今大きな問題になっておりまして、全く見込み違いということで、どうしようということで大きな問題になって、上限分離方針とかいろいろと検討をしている最中です。
ちょっとここまで来ちゃってからこの話持ち出すの大変失礼だったんですけど、県民の皆さんにこれを説明するのに、インバウンドを増やしてアウトバウンドを増やして国際的ないい街にするんですよって、これはこれでいいんですけど、これ増やさないとどういうことになるのか、やっぱり負の部分を説明をして空港を活性化してお客さんを増やさないと大変な支出が待ってますよっていうのを合わせて説明する必要あるんじゃないかと思うんですね。これだけを見たら、いや、これではアウトバウンド、インバウンドともにね、この程度の支出じゃそんなに効果出ないでしょうよと、もう少し思いっきりやったらどうですかとか、やめたらやめちゃってもいいんじゃないですかぐらいで議論が終わっちゃうと思うんですけど、実は空港の利用者を増やさないとものすごい将来的に債務発生があるんだっていうのは、これもう少し県民の皆さんにお知らせする必要あるんじゃないかと思うんですけど、これは何かのルートで、県民の皆さんにお知らせされてるんでしょうか。私の知る範囲内ではトータルではしておりません。その関連で、これは国の空港ですよね。だから基本的に維持管理は国だから赤字になっても県の方に痛みがないでしょ。だから逆に言うと利用者が少なくて本当に困るのは国なんですよ。で、私さっき聞いた時にこの国際化の何とか協議会ね、国際利用促進協議会、これはむしろ国がこうになってるんだろうと信じて、事務局が国こっちの空港の方じゃないかと聞いたら、そうじゃなくて商工会議所だみたいな話だったので、そこがどうもよくわからないんですよ。むしろ国をコアにしながら地方がどう連携していくか、地元の経済界がどう連携していくかっていう、普通そういう考え方じゃないかと思うんですが、そこはどうなんですか。残念ながらそこのところは県にお任せと、まあ、県っていうか協議会とかですね、そういったところになっているのが現状だと思います。ですからちょっと傍聴者の皆さんもいらっしゃるのでちょっと整理をしますけど、空港本体の整備は国が中心でやって、維持管理も国でやってる、これは間違いないと思いますけど、それに関連したアクセスですとか周辺整備を県とか仙台市さんでやっちゃっていて、ここは見込みの利用者が出なかった場合には、県や仙台市さんが負担をせざるを得ないっていう、こういうスキームになってるわけですよね。その通りです。そうですね。ですから私が申し上げたのは、それをつまびらかに県民の皆さんに説明をして、みんなで一生懸命仙台空港を、盛り上げていかないと将来ものすごい負担が出ますよっていうのをセットでご説明いただく必要があるんじゃないかなっていうことで、中村さんが言われた県の責任っていう、国の責任っていうのは国の責任で、これはちょっと別途国の方で考えてもらうことにして、県と仙台市さんのこの責任というか将来負担についてはもう少しこう踏み込んだ情報公開というか、それをしていただければいいんじゃないかなというふうに思います。ぜひお考えいただきたい。で、はい、これ仙台空港ビルさんの財務、仙台空港ビルさんの財務資料ってこれ公開されているんですか。もちろん上場会社じゃないからではないと思いますが、公開、県議会レベルでの調査では十分分かる状況にあると思います。その見込み客が なければ赤字というケースもあるんですが、上場会社です、羽田の場合の上場会社は非常にこう有利な条件で、国から受けて有利な条件でこう貸してますので、すごいこう利益が出ている会社もあるんですね。こうそれがどういう構造になっているのかという、株式会社とはいえ県が出して出資しているということですが、これ財務諸表が見られるようになっていて、その一体として、収支が分かるようになっているというのが、望ましいのである。あともう一つなんですけども、赤字だからダメだっていう議論もあろうかと思いますが、いやこれ道路って全部赤字ですってそういう意味ではですね、これは県を支える重要なインフラだと、これだけ赤字がかかってもこれは絶対維持しないといけないんだという形で、そのパッケージで今これだけ赤字出てるけれども、これは経理 その、全体を支える重要なインフラだから、この赤字は意味のある赤字なんだという説得の仕方をするというのも一つの考え方であろうと思います。赤字だから一概にダメというわけではないと思いますが、その空港関係で変わって経費というのはやっぱりまとめて見えるようになっている必要があるのではないかと思います。
はい、十分強いに理解します。はい、よろしいでしょうか。評価の方に移らせていただきたいというふうに思います。仙台空港の利用促進を、県として、実施をするかどうかというこういうことでございまして、する必要もないという考え方が、まあ、不要と、それから、商工会議所その他、空港ビルディングも含めた、民間ベースで税投入なしで実施すべきだという、まあ、現実的には選択しづらいですけども、そういう考え方でございます。それから、そもそも拠点空港というのは、国が、整備をし、維持管理も国の責任だから、利用促進についても国で、実施すべき、あるいはその東北県駅県内の、拠点空港であるということから、東北県駅、もう少し広域的に、利用促進の、を担うべきだという考え方が、まあ、国広域というこういうことでございます。また、空港がある市町村が、実施すべきだという考え方が市町村で、以降は要改善現状通りと、この選択肢で、ご判断をいただきたいと思います。仙台空港利用促進事業につきまして、不要と思われる方挙手をいただきます。民間と思われる方、お二人、国広域と思われる方、市町村と思われる方、宮城県、ただし改善が必要と思われる。市議員の皆さんは、民間がお二人、宮城県要改善が4人ということで、宮城県の要改善ということでございます。改善方法については、いろいろな視点があるかと思います。ちょっとコメントをいただきたいと思います。斉藤さん、コメント。はい、やはり事業の集約化という重点化というのも図るべきなのではないかと思います。そもそもこの協議会と連携してですね、県が実施するということ自体にやはり問題があるんじゃないか。もっと観光とかですね、旅行業界、こういったそのノウハウとですね、経験をもっともっとやっぱり有効に活用して、コストと成果の面でやはりきちんとしたものを出すべきなのではないかなというふうに思います。いまいちこう、協議会とその県のですね、役割分担と機能がこう明確でないので、ここはやはりきちんとメスを入れるべきなのではないかと思います。私も改めて、あと僕が担当だったんだと改めて思ったんですが、私はこれを観光政策の一環だと思って捉えておりました。そのように結びつけてもっと迫り方がいろいろあるんじゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございました。最後にコーディネーターの私から若干だけコメントさせていただきますけども、費用を負担してます県民の皆さんに空港利用者が増えることのメリット、増えるとどういう県民の皆さんにメリットがあるのか、それから議論途中でもお話申し上げましたけど、増えないことによるどういうデメリットがあるのか、これ非常に大きなデメリットが潜在的にあるはずで、これは、もう少し県民の皆さんに、ご説明をいただく必要があるのかなと、そういうのを、踏まえますと、ちょっと失礼な申し上げ方かもわからないですけど、協議会、利用促進協議会に負担金を払って、こうした事業を、この程度の事業をやるということは、ちょっと危機感が足りないんじゃないかな、もっとその増えないことによるデメリットというのは、もっと大きな、危機感を感じていただいて、もう少し、踏み込んだ対策が必要なんではないかなというのは、大変誠実ではございますけれども、申し上げさせていただきたいと思います。それでは以上をもちまして、仙台空港利用促進事業についての作業を終了とさせていただきます。どうもお疲れ様でした。